れなんだろう、これグレープフルーツ、グレープフルーツ、こんなでかくなります、すごでかいですよね、でかい。どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回はですね、私今海外出張に来ているので、海外の野菜市場でどんな野菜が売られているのかというのをご紹介したいと思います。で、海外の今どこにいるかというと、アフリカのケニア共和国、その人のねナイロビに来ています。で、ただね、ちょっとナイロビっていうとちょっと治安が悪かったりするので、今回は安全に撮影を、するためと、あとはねその撮影許可をねちゃんと取ったりするのに合わせて、きちんとねアテンドを、お願いすることにしました。で、今回そのアテンドをやってくれたのは、チェカ TV のお二人です。すいません、じゃあお願いします。どうも、はい、はい、こんにちは。こんにちは。じゃあちょっと簡単な自己紹介をお願いします。はい、はい、どうも、チェカ TV ゆうきです。しんのすけです。はい、というわけでお二人は今チェカ TV というねチャンネルでナイロビを中心に YouTube で動画のね配信をされてます。はい、というわけで今回この3人でナイロビのね野菜市場にこれから行ってこようと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょう、行きましょう。はい、というわけで野菜市場にやってきました。で、今回はこのゆうきさんの行きつけの野菜市場に来たので、どんな野菜が売ってるのかをちょっとね、紹介していきたいと思います。これ日本でもありますよね。なんだっけ、スナップエンドウか。スナップエンドウ、こっちだとスノーピースって呼ばれてます、ね。はい、なんか豆類かなり強いですよね。そうですね、結構な量ありますよね。これはこれなんですか。おナス、ナスの白いやつ、白いやつ、ちっちゃい。使ったことあります？あ、あります、あります。え、普通のナスなんですか？なんか結構硬いっすよ。硬いし苦いんですよ。へえ。だからうちのお店でも、はい、使おうと思って炒め物に入れたけど、はい、苦すぎて使えなかったです。え、こっちの人どうやって食べてるんですか？にトマトと一緒に煮込んでスープ状にしたりします。なるほど、うん、これなんですか？ What is this? ソワサソワサ This one you've never tried? はい。 What is this? This is custard apple. Custard apple? これか、うん、カスタードアポ、カスタードカスタードカスタードアポ、甘い甘い、クリーム状な、なんか同じようなやつ、やっぱね中南米でも食べますね。こう種があって、種の周りの白いとこだけ食べるっていう。なんかフルーツの種類が違いますよね、うん、日本とはちょっと。カスタードアポはキロ200円でした。200円、はい、安くないですか？キロ単位フルーツの値段が全然違う。日本だったら絶対このもしこれ輸入で売ってたら多分1個何百円、何百円ってなりますよね。多分あれもあれですよね、パッションフルーツ、うん、とあとなんか木のトマト、クリートマト、クリートマト、そう、なんかこの辺は結構中南米と一緒で、うん、あれ普通こっちが今オレンジで、あれがみかんですよね。そうですね。なんかみかんは普通に出回ってるもんですか？この剥いて食べる系のやつは他のマーケットにはあんま見ないですね。そんなに輸入かもしれないです。こっちがよくあるタイプですか？オレンジ、こっちが多分ローカルのやつを。あれが輸入品、あっちが輸入だと思うんですよ。確かにシール貼ってありますね、うん、このリンゴとかパパイヤ。そうですね、パパイヤ。これあれですか、やっぱ果物じゃなくて野菜として食べるから、果物としても食べるんですか？柔らかくなったらやっぱ果物として食べるし、この硬いまま売ってるってことは多分調理用でも多分使うんじゃないですか？あ、両方ある。はい、これなんだろう、これグレープフルーツ、グレープフルーツ、こんなでかくなります、すごい、でかいですよね。でかい。だって一方でなるの、ローカリー、ローカリー、へぇ、でかケニアだよ、ケニア産のこんなでかい、なんかメロンぐらいありますよね。めっちゃでかい、すごい、でかい、面白い、いろいろって。これがさっき言ったパッションフルーツ、このぐらいなんか乾いたやつぐらいが用意してて美味しいみたいな、そのパナマ時代に学びました。1個分けて食べていいらしい。あ、まあ、はい、これしゃ、お、いけた、はい、これがパッションフルーツです。この種の周りが黄色くて甘酸っぱいというか、まあ、ほぼ酸っぱいみたいな、なんかジュースにしてもよく食べるし、まあ、このままでも食べれるっていうやつです。
おいしい。なんかエナジードリンクみたいなの、うん、酸っぱいね、うん、独特の食感で中南米だとこれのジュースがすっごい人気です、うん、ちょっと砂糖足してケニアでもありますよ、うん、人気、うん、これ、はい、キャッサバじゃないですか。キャッサバっすね、でかい、ね、でかい。これはキャッサバじゃないですよね。違うんか。これは違うけど、これは濃いと思います、うん、このキャッサバが日本のタピオカ、今すごい流行ってるタピオカの原料になってるっていうこと、はい、こっちだとタピオカとして飲むんじゃなくて、どうやって食べるのが多いですか。こっちだと普通に咲いて焼いたり、あ、これをミル状にして、はい、あの粉にして、そのうがりに混ぜたりとか、アフリカではありますよ。うがりに混ぜたらなんか食感変わりそうですけど、変わりますか。変わらない。ちょっとザラッとしてて、はい、ケニアちょっと郊外に行くとめっちゃキャッサバの木が生えてますよね。ですよね。これ多分ヤムイモ長芋系のやつですね。ちょっと根っこの形状が違うので、白い芋はやっぱいろいろありますね。いろいろありますね。で、まあ、パイナップル、絶対これもケニア産ですよね。そうですよね。なんかすごい面白いなと思って、ケニアって葉物野菜も、しかも伝統的な葉物野菜がすごい多いじゃないですか。そうですね。で見たら、あれケールですよ、ね、あれケールですね。ケール普通になんか茹でたり煮たりして食べますよ、うん、炒めても食べるし、はい、これって何ですか。これなんだろう、ちょっと聞いてみましょう、はい、なんかスーパーでもよく見ます。 What is this? This one is called Managu. It's a vegetable. Managu? Managu. It's a local vegetable. Yeah, local vegetable. You need to get it. How can you see I get it? This one? You flat. You can boil or you fry. It's very nice to do that. Yeah, I think it's cassava. Cassava. That one? This is yam.Yam. Most of the stuff you can say around here is yam. Sticky? No, it's yeah, you can, there are some who dry it and powder it. Mm-hmm. Like, you see the yam also, they powder to make porridge. Okay. Mm. Thick, you got it. This one you can boil, you eat like potato. Potato. It's a bit hard. How about the cassava? Cassava, you can you boil, then you fry with oil.Like some chili, yeah. Chips. Mm. Chips, yeah. Some do chips. Sometimes it's grilled, right? Yes, grilled. There are so many vegetables. Ah, there are many. Yeah. That is avocado. Avocado. Wow. Yeah. There's different varieties.あんま見ないですよね。そうですね、日本では。すごい形。ピンキリンって辛い食べ物すごい好きですよね。好きだね。カチュンガリとか、うん、これ辛い、この唐辛子辛いですよね。辛い。一つ一つもいろいろあるのが面白い、うん、種類だけじゃない。これゴーヤ、あ、ゴーヤもありますね。サイズちょっと日本のより小さめだけど、だから苦味もいけるってことですよね、うん、辛味も苦味も。これ何、スイカっぽくなんかウリカっぽい、ウリカっぽいですよね。ライムとかカブ系、カブ系、あとオクラもあるし、まあ、紫玉ねぎ、その玉ねぎ、トマト、キュウリ、ズッキーニ、ナスとか、ナスも2種類あるんですね、小さいのと大きいの。カリフラワー、ブロッコリー、レモン、ジャガイモもあるし、前に来た時すごいびっくりしたのが、あの野菜なんだろう、すごい。これ何ですか。これね、前来た時聞いて調べたんですけど、ちょっと名前忘れました。What is this? That one is called Turia. It's a hybrid of Indian food. Indian food. Indian food. I have an Indian name. They call it Turia. Turia. Turia, yeah. So, normally Indian people don't eat
で、フェリシウムね、マジで続けてないよ。さあ、イガラウラガリンが多い、グマリアゲリン。多いっすね。これ見たことないっすよ、うん。どう食べればいいのか全然わからない。まあ、インド人の人が多いので、インド人向けの野菜がいろいろある。今聞いてくれました。ありがとうございます。アボカド、日本だと1個100円以上するけど、多分ここだったら多分キロ数百円とか。そう、これ1個20円とか。あ、なるほど、うん、まあ、濃厚ですね、うん、豆もやっぱケニア人ってめちゃくちゃ煮た豆食べますよね。食べますね、サイドにちょっとみたいな、うん、だからやっぱ何種類か豆も、お豆の種類も多いですよね、うん、あれとこれって種類違うんですか。あれはキュウリですね、イングリッシュキューカンバー。キュウリだけはラップで保護されてる。うん、なんで鮮度が弱くなりやすいですか。あ、うん、今こう八百屋さんですけど、もう全然冷蔵設備がない、うん、ここは多分ローカルの店です、ね、そうですね、うん、でナイロビって気候が良くて、はい、寒い時14度とか15度とかなるんで、割とこういう新鮮なまま並べたまま明日も迎えて、なるほど、やるパターンもある。冷蔵庫があんまり必要ないという。そうですね。これ何ですかね。これキワーノっていう名前なんです。キワーノ、キワーノ。なんか日本でも何年か前からちょっと種とか苗が出始めてるので、キュウリの仲間でゴーヤみたいにこうやってなるんですよ。なんか切るとなんかすごい、はい、さっきのパシフルーツみたいなのが中に入ってる。野菜です。果物、果物に近いかな。果物としてだと思う。中身だけ食べるんで、この外側は食べないですね。でも見た目がめちゃくちゃ珍しいですね。珍しいね。日本で見たことない。悪魔の実みたい。最近ちょっとずつ出始めた。でかい。でかい。これ日本じゃ手に入らないですよね。加熱用の。加熱用の。生だと食べれない。揚げたり焼いたりして食べる。これもうめちゃくちゃ好きで。へえ。中南米でもこれって主食として食べているので、でも日本だと手に入らないから。結構その海外生活でこれにハマった人はすごい恋しがってる。恋しがってる、はい、一つどうですか。ありがとうございます。で、多分これで買っても安いですよね、うん、聞いてみましょう。 How much for one? 10。この一つ10円です。かける数なんで、はい、30-40個。そうですね、300-400円これで、うん、すごく安くないですか。安い。お土産に持って帰れないでしょ。持って帰れない。食べきれないね、これだけ。あっちはさつまいももネギも、うん、あれ大根もありますね。あ、大根ありますね。ラディッシュ。あ、スイカとキャベツもあるし、すごい。日本で売ってるものほぼ全部あるぐらいな勢いで、うん、何でもありますね。なんかサトウキビも売ってるし。サトウキビもある。逆になんか困るものってあります、うん、なんか手に入らなくて。あの実は僕、和食屋さんをナイロビでやってるんですけど、はい、このチェカジャパニーズ居酒屋っていうやつなんですけど、はい、シソが欲しいんですけど、シソが見つからなくて、はい、なんとか先生にちょっとシソを作り方教えてもらおうかな、はい、シソがあればやっぱバリエーションが広がるというか、はい、確かに、はい、なんか意外と、うん、僕がスーパーで見たことあるのは水菜とか。あ、はいはいはい、あるんですけど、確かにシソは売ってないかもしれない。シソ売ってないですね。中国人も多いので、うん、チャイナタウン行けば中国のお野菜っていうのはめちゃくちゃ種類ありますね。なるほど、うん、そっか。ここは普通にケニア人向けのお店なので、はい、またその中国人向けのお店はちょっと品揃えが多分ガラッと変わってきますね。お鍋に入れるような、はい、あの水菜とか春菊だとか。春菊もあるんですか。はい、そういうのが普通に並んでたりしますね。アジア食材がもうあるっていう。ありますね。なんかこのトマトすごいですね。やっぱ全然完熟で流通させないんですよ。真っ青な状態で多分収穫して硬いから、でお店で赤くするみたいな。そうですね。やっぱしかもこの日本だとあんまりない加工用のやつですよね、うん、日本みたいにまん丸な桃太郎みたいなやつじゃなくて。はい、というわけで今野菜市場でいろいろね野菜を見てきました。なんか日本と同じような野菜もあるけど、日本では全然見ないような野菜もあって、あの私みたいな野菜好きとしてはすごく面白かったです。でチャンネルであの登録してくれてる方も皆さんね、結構野菜を育てたりとか野菜好きが
多いので、あのかなり皆さん面白かったんじゃないかなと、いろんなものが見れたんじゃないかな、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、でそれと私このナイロビケニアで和食チェカ居酒屋っていう居酒屋さんを経営してまして、あんだけ野菜があるといろんなものを作れるんで、すごいナイロビはそういう野菜の種類がたくさんあるし、日本食も作れるものがたくさんあるのですごい助かってます。私結構海外いろいろな国を行っていて、必ず日本食レストランに行くんですよ。でも なかなかやっぱりその日本人を満足させてくれる料理っていうのはなかなか少ないと思うんですけど、あの居酒屋のチェカさんはマジでめちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。なんか本当に日本に普通にあるお店より美味しいんじゃないかっていう、嬉しいお言葉、はい、先生ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しくてあの本当にだからナイロビで日本食に困るってことはないです。ぜひとも、はい、ケニア来た際は、はい、宮崎先生の名前を出してくれたらディスカウントします。おすごい壁があるやつそうですね、飛行機何回乗るみたいな、はい、ぜひとも待ってますん で、はい、でそれとチェカ TV、はい、もうよろしくお願いいたします。そうですね、 YouTube であのアフリカのこう面白いところとかをこう日本に届けるようなエンターテインメント番組みたいなのを作ろうと頑張ってるので、もし興味があれば、はい、ちょっとあのリンクとか、はい、クリックして覗いてみてもらえればありがたいです。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、はい、なんかケニアのアフリカの怖いところとかだけじゃなくて、そういう平和なところのその一面をちゃんと見せて、日本の方々にアフリカっていいなって思ってもらえるようなチャンネルにしたいです、うん、なんかすごいなんかいろんな動画を出されているので、なんかアフリカにはあんまり興味がないみたいな人でも、もう全然めちゃくちゃ楽しめるチャンネルだと思うので、ぜひあの概要欄にリンクを貼っておくので、そちらからね動画を見て、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。というわけで今回はどうもコラボしていただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。またお願いします。はい、で今回私のチャンネルの方でチェカ TV の方であのご協力をしていただいたんですけれども、チェカ TV の方でもね私ちょっとコラボしてあの出演させていただいているので、ぜひねそちらの動画の方も合わせて見てみてください。じゃあこれで終わりです。はい、アサンテサナ。アサンテサナ。